白馬2日目の朝です。白池、違う、白馬大池山荘の朝です。今ね5時半ぐらいかな。ここから日の出は見えないみたい。乗鞍岳が目の前にあるから、東側にあるから。だけどすごい綺麗な朝焼けの雲が見えてて、今は晴れてる。これから下り坂の予報っぽいんだけど、今晴れてるこの雰囲気を楽しみながら朝ごはんにします。今7時半ちょっと過ぎです。これから白馬岳に向けて出発。その前に小蓮華岳っていうとこ、すっごいね歩くの楽しみな道です。レッツゴー。お世話になりました。全然違う景色が広がってる。すごいね。わあ。だいぶ歩いたよ。山小屋が遠くに見える。反対側に出てきた。55分ぐらい歩きました。休憩します。小蓮華が見えてはいるけど、まだまだちょっと遠い感じ。第一休憩終わりです。これから一気に小蓮華岳に登ります。風が強いよ結構。あれが白馬です。遠くに朝出発してきた白馬大池が見えてるよ。かなり頑張って歩いてきた感がある。そして通ってきた道も綺麗に見えてます。こんにちは。見えてる？
歩いてる。かわいい。足超かわいい。そう、足がね、伸びてる。めっちゃ近くでライチョウに会えた。立山ぶりだね。いやー、幸せになる。幸せを呼ぶ鳥だ。なんかライチョウ見ると行っちゃうんだよね。可愛すぎるからかな。行きます。来ました。小蓮華だ、小蓮華山山頂です。うわー、風がすごい。すごい、ね、美しく白馬が見えてる。そしてここの標高は2766m。 イエーイ。風をしのげるとこまで降ります。ところどころ雪が残ってる。あ、白エビ食べたい。わー、晴れた。思ったより全然いいな。風は強いけどね。あとは雨の前に山荘に着くことを心がけたいね。気持ちいい。ありがとう太陽。休憩します。2時間20分だった。出発してから2時間20分だって。コレンゲまで2時間ぐらいで行ったのかな。まあまあじゃない。コレンゲまで3時間って言ってたよね前に。ちょっと雨が来たから雨具とザックカバーだけつけた。雨具上とザックカバーだけつけたけど、そんなに本格的じゃなさそう。まだ少なくとも今は。これから白馬へアプローチ。白馬岳まであと約1キロ。コースタイム60分。もうちょっとだ。剣が見えてる。絶対登らない山です。立山も近いんだね。
すごい、超下まで見えてる。ここで休憩する。白馬岳頂上手前、なんかもう頂上かな、もう頂上かなと思って久しいです今まで行った山の中で一番なんかなんていうのかな、すっごい高いところを独り占めしながら歩いた感があるんだよね。なんか長い長い長い山の上の稜線をなんか果てしなく歩いてる感があって、なんか山って感じすいません語彙力がないでもさっきのあのサウンドオブミュージックのクライムエブリマウンテンを歌いながら歩きたくなるような風景だって、ここから歩いてきた道がずっと見えるもん。すごいよ。結構ゆっくり休んだ、25分ぐらいなので一気に登って、そして山荘までレッツゴー。もういよいよ本当に本当に本当に山頂だと思う着くよ白馬岳。槍ヶ岳じゃない、剣立山を見ながら登っています。感動、やったやってきました、やってきました、白馬岳。じゃん、2932、感動頑張った、みんな頑張ったよ。